はい、それではね、こちらジャガード織りのね、コットンニットの紹介になります。はい、でまずこの生地のね一番の特徴なんですけども、このジャガード織りというところでね、このモダンなねモチーフがですね、ジャガードという織りで表現されてるんですよね。ちょっとねこうよく見ていただきたいんですけども、通常のやっぱりねこうプリントとは違って、こうやってねこう織りで表現されてるので、非常にねこう立体感とかね、あのデザイン性をねこう楽しむことができるニットになっております。はい、でこの生地なんですけども、実はね綿 100% のニットなんですよね。やっぱりこうスワニーのねお客様ってやっぱりコットン素材、まあ自然素材が好きな方が多いので、その辺もねすごくね嬉しいポイントなんじゃないかなと思います。あのナチュラルな、ね、感じプラスね、やっぱりこうデザイン性も楽しめるということでね、すごくねこうその辺が魅力的なニットなんじゃないかなと思います。はい、で伸び感なんですけど、伸び感もねこれねすごく安定感があって、あのニットならではのこう伸びすぎちゃうっていうところがないんですよね。非常にこう安定したあの伸縮性を楽しむことができますね。縦にもね横にもこう程よいこう伸縮性ということでね、すごくね縫製の方もしやすいタイプなんじゃないかなと思います。はい、で今回ねベーシックなねホワイトカラーとね本当にブラックのね使いやすい2色を用意しましたので、お好みのカラーをね、選んでいただければなと思います。はい、次ね、生地の質感いってみましょう。はい、まず厚みなんですけども、これ中肉厚になりますね。程よい肉感があるので、オールシーズン使っていただけるようなね、そんな厚みなんじゃないかなと思います。非常にね使いやすいと思います。はい、で風合いなんですけども、風合いはねもう本当にこうコットンニットっていうね、そのまんまのイメージのナチュラルなねこう柔らかさですね。あとジャガード織りのところがですね、程よいこうしっかり感をねこう出してくれてますので、やっぱりこうかぶりのタイプのね、作品なんかもすごく相性がいいと思います。はい、次ね、ドレープ見てみましょう。ドレープこんな感じですね。程よいちょっとこうしっかり感がねこうあるような、そんな雰囲気なんじゃないかなと思います。はい、で最後にですね、生地幅なんですけども、これね実はめちゃくちゃ幅が広くてですね、170センチ幅がありますので、洋尺の方もね余裕持って使っていただけるタイプとなっております。作品のご紹介をいたします。こちらねバルーンシルエットのワンピースを作ってみました。ね、シンプルなので、今回のこうジャガード織りの生地もね活かされたんじゃないかなと思います。ね、まずねノーカラーで襟ぐりもすっきりとしてね涼しげに着ることができます。そしてねシルエット、こちらねバルーンのシルエットなんですね。なので広げるとこのようにねちょっと膨らみのあるタイプなんですけれども、まあ、ニットということもあってしなやかに、ね、着ていただくとしなやかにストンとね落ちて、すっきりとした、ね、シルエットで着ることができるんじゃないかと思います。で程よいバルーンのシルエットも残っているので、とてもね着やすいんじゃないかなと思います。で1枚でね涼しく着ていただけたらと思います。そしてもう一つプルオーバーも作ってみました。こちらはですね、襟ぐりがこう V ネックになっていて、襟ぐりと袖口と裾にリブ仕立てになっているんです。でそのリブは同じ生地のね共布で作っております。でなので統一感も出てね、リブだけが目立ちすぎず、こうさりげない感じもね素敵に仕上がったんじゃないかなと思います。で今回の生地織模様もね入っていて、こうジャガード織のね素敵な模様になっているんですよね。なのでねこうシンプルなデザインだとより引き立つんじゃないかと思いますね。リブ使いとかも縫いやすいですし、あと肌触りもこうサラッとしているんですよね。なのでこれからのね汗ばむ季節なんかも涼しく着れるんじゃないかと思います。でねちょっと分かりづらいかもしれないけど、少しね透け感もあるんですよ ね。なので見た目もね涼しげでいいんじゃないかなと思います。ちょっと映りづらいかもしれないです ね。ぜひねこれからの季節にねいろいろなデザインでね着ていただけたらと思います。